ずいぶん静かなとこ走ってた。よいしょ。なぜ日が落ちてから撮り始めるよ。もっと明るいドFがついていくのかな。
ではないっていうのは大体撮っててわかるんですけどね。カメラが横型でマイクがヘッチ向いてるんでね、ヘッチっていうか私の口元から反対向いちゃってるんで、ただものすごくちっちゃくてなんかね構えてて恥ずかしくないんですよね、このカメラで。大体ちっちゃくて可愛いカメラって、まあ、構える人にもよるんですけど、なんて言うんだろう、溶け込むんですよね、シーンに溶け込むって表現で、何から逃れようとしてるんだお前は。普通カメラ持ってて、ビデオカメラなんかこう手に持って撮影しながらっぽい感じで、こんな風に自転車とか乗ったら絶対怪しいじゃないですか。だけど、そんな私でも、他人の意見は聞いてないから実際わかんないけど、恥ずかしくないです。うん、ちっちゃくて可愛いです。おもちゃみたいなカメラだから、だからブログを撮ってるなっていう感じは。特に私の場合、こうカメラをね、撮影しながら、顔も口元に近づけて撮ってるんですね。喋りがマイクに入りやすいように。うん。で、人によっては、なんか YouTuber みたいな、ブログを撮ってんのかなっていうのは、最近よくありますんでね。そういう風に見てもらえるんじゃないかなと、勝手に思ってるわけなんですけど。今、これは、なんだっけ、住友鉱山鉄道廃線跡の遺報道に入ってきたんですけど、だからなんだ、ちょっと、イオンに行っちゃうかしらって感じなんですよね。カバンを探しに。サブバッグ、旅行用のサブバッグを探そう。買おう。買いに行こう。さてさて、明るいうちに、あ、せっかく線路の近くにいるんだから、ちょっと踏切をちょっと、中にぶち込んで。コネダ枠場、アバン枠場。8600系なんか走ったらいいのにな、みたいな感じにしてみようかな。今日はこれ、ブログ、アップロードするためのブログじゃなくて、新しいカメラ、新しくないんだけど、極めて古いんですけど、新たに手に入れた横型ザクティ TH1 の TH1 のブログ用として撮った時のためのテスト動画を撮ってます。そういうわけなんだよ、アップロードはしないな、これは。映りが悪い、画質が悪いっていうのはネットでいっぱい上がってるんでね、別にそこをどうこう、購買なんかの何ていうの、行動原理の一つとして、画質がうんぬんって言うんではないんですけど。よいしょ。デザインが可愛くて、さっきも、デザインの可愛さ重要みたいな話をしてたんですけど、本当に可愛いんですよね。可愛いの可愛いじゃなくて、ね、なんか、一丁前の、形をした高級感がある形のちっちゃいみたいな。なんて言えばいいんだ。なんて言えばいいの。もうわかんない。よいしょ。よ、せっかく。ちょうどね、さっきそんなこと言ったら本当に8600来ちゃったから、
とりあえず撮れると実用的かどうかっていうのは別として、まあとりあえず撮れると。鉄道の神様ありがとうございます。8600系撮れるかなと思ったら1機5分以内だよね。私時刻表とか頭入ってないんでね、なんかネタを仕込んでるわけじゃないです。本当に気分で動いてるのにこんな風に8600円を見せてくれる鉄道の神様はね、いるよ、本当にいる、いますね。何度かね、今までその鉄道の神様いるなって感じたことは結構あります。子供の頃本当に鉄道を愛してて、ちょっと一回行けるね。よいしょ、こんな感じで8600系が通ってくれてありがとう。鉄道の神様、ちっちゃい頃本当にね鉄道大好きちびっこで本当に追っかけ回してました。カメラとマイクと持って181系に限らずね、当時のディーゼル列車たちを追いかけ回して駆けずり回って、なんかね、これね、そういう風に鉄道をね人一倍追いかけ回したちびっこ時代を持ってる人にはこんな風に鉄道の神様っていうのがもしかしたら何かの形で答えてくれてんじゃないかなってね、普通の人が何言ってんのこいつバカじゃねえのと思うかもしれないですけどね、そんな風に感じるところがあるんですよ。ちょっと信じられないようなタイミングでいろんなイベントが起こるんですよ。あったいろいろあると思う、何でもそういうのあると思うな、あると思うんだよ。あってもいいじゃない、あった方がいいじゃないって感じでね、よいしょ。ちょっとでもさすがにこの人が結構走ってるところでこうビデオカメラ構えて恥ずかしいですね。これは派手に恥ずかしいわ。なんて言うんだろう、ガーッと通りがある中でガーッと構えて撮ってればいいんだけど、あまり周りに人がいなくて見る視界のすがるところがないところでこういうことやってるとね、大注目浴びるんでね、ちょっと恥ずかしいスレッショルドを触れちゃうなこれな、東京とかだと気にならないんだけどね、新居浜だからここは、まあでもいいや、ちょっとで鉄道の神様の前は何の話をしてたのかって言ったらカメラが可愛いから一応前の形してるんですよね。TH1 これはなんか何て言えばいいの、こうさっそうと新モデルとして新規開発新製品バーンと閉じてたもんかどうかわからないんだけど、どうやらそうじゃなくて派生モデルの追い合わせでできたモデルなのか。ね、当時これを発売した当時実は何て言うんでしょう、専用開発した最新モデルのザクティ、WH1 っていうのがあったんですよ。これは一度見たら忘れられないようなね、80年代っぽいデザインのザクティ、横型ザクティです、ガングリップじゃないです、横型ザクティで防水3メーター防水を実現したモデルだったんですけど、これこの今日私が撮ってるカメラとほぼ同じぐらいのデザインでデザインとか大きさでイエローなんですよ、黄色いボディ、黄色とシルバーのツートンかなんか、まあ、黄色以外にもなんかブルーとかホワイトとかあったみたいなんですけど、大体よく知られてるのが WH1 といえばの黄色いボディ、あれね、80年代にスポット撮って鼻詰まってて、スポーツウォークマンみたいなのがあったんですよね。防水だったかどうかわからないんですけど、カセットウォークマンのスポーツタイプのものが昔あって、そういうのがねちょっとでかいなりのプラスチッキーなイエロー、まあ、黄色って感じのあって、スポーツオーディオ AV ガジェットといえば黄色みたいな感じが80年代のイメージあったんですよ。あったのは私だけかもしれないんだけど、
それを彷彿とさせるような黄色いボディで、エッジも立ってて、それでいて そこそこ黄色い流曲線の部分もあって、とっても可愛いデザインの、ガジェット好きにはいろんな、なんていうんですか、物好き心をくすぐられる、なんとも言えないデザインをしててね、しかも80年代彷彿とするような感じなんでね、そのデザインのためだけに欲しいわっていうぐらい、うん、で、それの防水じゃないタイプが TH1 って感じなんですよね。で、じゃあ防水だじゃなくしただけなのかっつったら、いっぱいいろんな本体の仕様も変わってるんで、で、本体の形状は WH1 を継承してんのかったら、そういうわけではないです。うん。内部的な基盤レベルでは、テニオが流用ガンガンしてると思うんですけど、で、柄は、ボディの柄は WH1 のテニオじゃなくて、当時近い時期に、これまた横型のハイビジョン、高品モデル。そこに、私が持ってるガングリップのハイビジョンの、ハイビジョン、なんていうんだ、HD2000 の横型版みたいな、立ち位置の横型ザクティがありましてね。それが、FH11 っていうモデルがありました。で、形は、この TH1 とそっくりです。パネル、液晶パネルのカラーがね、FH11 の頃は、光沢ブラックだったのに対して、これがね、メタリックシルバーになってるんで、うん。その色違いみたいな感じ、FH11 の色違いみたいなイメージのある感じですね。ただ中身は全然違いますよ。かたや FH11 っつったら HD2000 同等の高品質な上級モデルに対して、これはね、当時でもおそらく最低クラスの TH1 は当時の最低クラスじゃないかっていうぐらいのお気軽旧型モデルなんで、うん、画質は取っちゃダメ。一番いい画質設定が 720p のね、ノーマルハイビジョンの30フレーム。プログレッシブです。30フレームね。30フレームでインターフェースはないか。そういうカメラです。そんなすごい映像を撮るために作られたカメラではないです。で、もともとその、海底を、浅瀬の海底を撮影する WH1 スポーツザクティ防水のね、が、とりあえずは長時間、そっちなんか撮れるよとか、会計だからまあ 720p の30フレームでいいじゃんっていう、そういう割り切った本体仕様がそのまま受け継がれてる、防水じゃないのにもそのまま受け継がれてるっていうのも、まあ、受け継いだというよりは転用したとで、柄は FH11 から転用、いらない部分は塞いじゃってんじゃないかな。 FH11 は手にしないんで正確に言えないんですけど、そのようにネットでも言われてます。だからね、見た目が本当に FH11 譲りでね、譲りというか、まあ、色違いなレベルになるそっくりなんで、上等なデザインしてるんですよね。しかもパネルがメタリックシルバーなんでね、なかなかね、高級感があって、それでいて可愛いんですよね。うん、可愛い。一丁前の形でして、めちゃちっちゃいんですよ、こいつ。めちゃめちゃちっちゃいですよ。面白ちっちゃいよね。最近キャノンで出てる本当にちっちゃいのあるんですけど、これも半分ぐらいの大きさの。あそこまで言うとちょっと ネタすぎて、ちょっとね、実用レベル変えちゃうんですけど、まあ、可愛いは可愛いんですけどね。ちょっとね、小さければいいってわけじゃないんで、小さく仕方がね、小さく仕方って昔の日本語だけど、やっぱりね、産業はうまかったな、うん、デザインのセンスがとてもいいです。可愛いですね。だから、うん、すごくちっちゃくておもちゃみたいなんで、周りがどう思うと、撮ってる自分としては恥ずかしさが普通のカメラよりはかなりちっちゃいですね、うん、ブロガーが使ってるカメラっぽい感じがある、うん、あとは気にしなきゃいいだけの問題ですからね、うん。イオン来た。カバン買いに来た、うん、映りに関してはあんまり画面に近づいて話してた液晶画面に、あ、汚いか言わない。まあ、もうちょっと暗くなってるのもあるんで、ちょっとピントがオートフォーカスが全然仕事してませんね、これは、うん、まあでもいいの、気軽に撮るもんだからいいの、これはね、映りがどうとか音声がどうとかそんなにこだわんないよ。なんとなく TH1 で撮りたいなっていう時に撮れればいいの、可愛いので楽しく撮れればそれでいいです。そういうのもあるんですよ、私常に最高画質最高音質を求めてるわけじゃなくて、最高音質を求めるような最高画質を求めてるような時代も持ってないけどね、そういうの求める人じゃないです、うん、ここまで到達できてたらいいよっていうレベルの高画質モデルっていうのは持ってるつもり、自分なりでね。それで TH01 で楽しく撮れれば、まあそれでいい感じですね、うん。
今横にね中学生ぐらいの女の子がねホットパンツの女の子が撮ったんですよ。画角がこれ狭いんで映ってないでしょ。撮れてないんですよ女の子の映像が。なのに女の子こっち見て危険な場所、私は恥ずかしい思いしたのね。デメリットしかなかったな。まあこういう時にはねやっぱり小画質で画角の広い小画質モデルで撮れてたらよかったなっていうのもあるんですけどね気にしないよおじさんは、というわけでイオンに来ました。というわけでやってきましたイオンです。新居浜のイオンです。さあ今日はさすがにここをカメラ構えたまま入っていくのは恥ずかしいぞ。いやこれは恥ずかしいですね。ちょっと みんな見てますね。これはねみんな見てますよ。かなり見てますよこれ。うわうわこれはこれはまずい。これは恥ずかしい。というわけでここで切ります。さよなら。夜の TH1 夜絶対苦手なの分かってて撮るあたりがいじめですね。夢屋ランチラーメンランチラーメンって来たらあと1行ぐらい下に欲しいですよね。もう1行目なんだランチラーメンランバラヤみたいな。どうぞ帰れたら、ナイスメタスピです今日は。夜の TH1 でそのタクティまだ CA100 と HD2000 の2機種しか使ったことないんですけど、まあ、大体、ね、それよりも古いタクティになると夜のね暗がりの撮影は苦手だと。そのぐらいねもうモニター見たらわかるんですけど、それでもまあちょっと撮っておこうとリファレンスですよ。でもねなんかエフェクティブなイメージでこういう映像が撮りたい時だってあるかもしれない。このカメラはちっちゃくて可愛い、それだけで買ったんでいいです。あの中古なんですけどねヤフオクで。結構前のオーナーさんがね大事に使われてたみたいで、的箱付きでね、あの綺麗な状態だったんで、うんっていう感じですよ。中古とはいえ新居浜イオンの帰りバッグ買ってきたの。いい感じのバッグがありました。ゴボッと入ってでヒュッと背負えてシャバッと背負えてベベッと肩にかけることもできればグイグイと持つこともできるんですけど、何小学校だっけなこれ。今年も派手に やらかしてますよ。綺麗ですねこれ。本当に綺麗、綺麗だ、すごく綺麗だ。いいよ。あの、とんかつ、かつれつ亭の近くで、すぐ隣の小学校。金、なんとか小学校。うん。毎年やってるんですよね、この、クソでかいクリスマスツリーね。これ、新居浜のちょっとした名物の一つなんですけどね。いや何も、TH1 で撮らなくたって。綺麗ですね、ここ大きさが伝わらないかもしれないですけど、めちゃめちゃでかいんですよ。これは毎年これ撮って閉めるみたいな感じで動画ブログしようと思ったんだけどね、撮ってるは撮ってるんですけどボツになってるんですよいつも。わけあって右後ろに振り向けないんだよ体が。でもねあのガングリップカメラじゃなくてこう 横型カメラはね、あのソニーのCX430 を、麻痺して、ガングリップカメラが使えなくなった右手のために導入したんですけど、ちょっとついでにこの、ザクティ、34のザクティ、TH1 も買っちゃったわけです。安くね。ヤフーク。ヤフオクでヤフーク。なんかそのね、綺麗に撮れるのもいいけど、楽しく撮れるのがね、大事なんで私は。現実とちょっと違うパワーっと光の飛んだ映像はねなんかちょっと良くないですか。逆にいいよね。なんかちょっと遠くの街って感じがする。遠い記憶の中の街。何言ってるんだ。ダメ。寒いわ。これ甘い。あ、間に合わねえな、これ。夜の新居浜の街ですよ。一応地方都市と地方都市だけど、イオンがあるんでね、地方都市ですよ。地方都市の定義はね、イオンがあるかどうかだ。よいしょ、よいしょ。
も、あれですよね、カメラユニット自体は結構、大きいっちゃ大きいからさ、暗がりの夜の街の中でもそこそこ、うん、クオリティは、クオリティ云々別としても、なんか、捉えてる、被写体として、十分捉えてる気がするんですよね。これ、ズームが壊れてるような気がするな。ゆっくりしか動かないよね、ズームが。うん。これはどうやら、まあでもあれじゃないかな、これ、防水タイプの、WH-1 の基板を多分利用してると思うんで、防水テープのザクチーって言ったら、ズームがワンスピードじゃないですか。直ダイヤル型じゃなくて、ボタン型なんでね、防水機構を保つために。で、それそのまま転用したんであればね、これ一応ジョグレバーついてるけど、ワンスピードじゃんって感じだ。まあ、そうなのかな、わかんない。ちゃんとした TH-1 の挙動を知らないんでね、わかんないけど。緊急出動24時。ああ、これ登れるかな、片手で。よいしょ、すげえくらい、よいしょ、これくらい、これくらい、これくらい、よいしょ、ほんまもんの暗がりに入るわけですけどね、これどうやろうね、リファレンスとして撮っておこうかね。これは暗いわ、暗い、ここ街灯もないんだよ。うわ、光れる、マジ光れる、引く。私の自転車ね、ツーライトがね、こう前後に光るようにしてるんですよね。基本だよね。ただね、いつもスリーライトだったんですけど、ね、今ツーライトです。ワイドレンジに光るね、もう一個のライトつけても隣の人に盗まれるんでね。もうつけたら即盗まれるんで、つけてないんですよね、最近。毎日毎日泥棒ですよ、ね。ほんとに。100均のライトだから、文句言いに行って100均のライト返してもらうのもあれだしなと思って、まあそんな感じです、うん、誰に配信、これ配信するつもりのない動画で、で誰に向かって語りかけてんだろう、まあ、声がちゃんと入ってるかどうかテストですね。ワンツーワンツー、右左、こんな感じです。最後に隠されたら人生だってこんなもんだ、うん、ああどうなんだろう、映ってんだろうかな、以上です、おやすみなさい。